目を引きましたが、この年にしてキャリアハイのヒット、おっと足元に当たった。ここはバックアップ誰も行けません。角中が一塁回って戻ります。トレーナーも行きますね。足のところどうでしょう。あ、大丈夫という伊藤正史が今制しますが、それでもやっぱり失敗ですよね。コースともにマウンドに行きます。まあこの時期はね、安藤コーチも心配そうですが、ちょっとしたことで右中間、山口が目指している方向にライナーが伸びていく。どうだ、フェンスに当たりました。今シーズンはこの右方向、センターから右、そしてライナーというところも話して、その延長戦にホームランというところがあるという話なんですが、今のバッティングいかがでしょうか。上半身の力よりか右足の膝の送りで打ってるような感じがするんですよね。今おっしゃった軸足という部分ですか、はい、ご覧いただきましょう。これで、ちょっとその足の裏の部分が前にスライドするような、一瞬だけですけども、それが変えられない方が膝を押し込めるんです。あ、宇宙間に運ぶライナーはヒットになります。同点の一打はベテランの角中、今ともすに帰ってきた。二塁はアウトです。村上から角中のタイムリーで追いついて、この6回の裏が終わりました。セカンドオーバー、宇宙間寄りのライナーの当たり、決着はシングルのタイムリーとなっています。低めのかなり厳しいコースでしたが、角中らしいバッティングですよね。ああそうですか。近本もただこの当たりは簡単には終わらないよという感じで、送球まで完成させました。ただホームインは認められています。さあ今日はツーベースを追っている山口、村上からヒットです。山口が今日3打数の2安打、先ほどライトへツーベース、ここは少し詰まっていたかもしれませんが、二遊間を破っていきました。有藤さんの期待のコメントも先ほどありましたけれども、結果も出ました。あ、でもインハイのボールを無茶ぶりする